In the next 10 years, as more companies get good quality, what will distinguish companies with truly excellent quality? これから先10年間、企業、日本、クオリティ全体のクオリティが上がってくるわけですけれども、その場合、エクセレント、最高、高級というか、ただの、高品質と最高品質といいますか、その区別はどういったところで出てくる、きますでしょうか。もう私はカスタマーサティファクション、これに絞られると思います。そしてそれに加えて、この環境問題、そういったものを考えた品質水準というものを決めなきゃいけない。でそういう点からもやっぱりトップマネジメントのクオリティに対するポリシーというもの、その決め方によってこの優秀な企業、普通の企業、区別が出てくると思います。でさらにこの、今までの日本のようにどんどん売ればいいという考え方はもう通用しなくなってくる。そうするとますますカスタマーファクションの程度を高めるということが非常に大事になってまいります。でそのために企業としてはですね、日本の、自動車なんかもアメリカで売れるという一つの原因はですね、故障をしないと。で故障してもその修理が非常に早いということです。で、それが、ヨーロッパでもそういうあれがありますね。でそういう広い意味でのカスタマーサティスファクションというもの、それを絶えず調べて、それに、適合したポリシーというものをこの絶えず進めていくということが大事な、一番大事な問題だと、自分はそう思っております。How important is it for a senior management to have a long view, to look way into the future? シニアマネージャーが、先を見るといいますか、その大切さっていうか、そのことにどれだけ意味があるか、どれほどそれが大切なことかということについてちょっとお話をいただきたいんです。もう一度。シニアマネージャーが、先見の目を持つというか、先を見渡す力を持つということが、どのくらい大切なことか、少しお話しください。これは自分も現役時代、今78歳ですから、現役時代はもうずっと前にリタイアしておりますが、この最後に、企画部長という職務についておりまして、そしてその時はもうこの海外の情報を一生懸命読んで、そして、こういう状況だということをトップにどんどん知らせると、そういうことが一番大事じゃないかと思います。でそういうスタッフをトップはいいスタッフを持っていなくちゃならないと思います。これはただ産業っていう面からだけじゃなしに、政治的な面からもですね、そういうことを含めまして大事な問題だと思います。 In America, managers look 3 months, 3 months, 3 months. Is that too short? アメリカでは、大体その先を見るといっても3ヶ月先が限度といいますか、言い方が悪いんですけれども、3ヶ月先、それがその期間が終わったらまた3ヶ月先を見ていくというふうなのが一般的なんですけれども、3ヶ月というのは短すぎますか？短いと思います。What is an appropriate amount of years to look ahead? 先生のご判断では、例えば最低どのくらいは、先を見る必要がある？3年先。Why? いや、環境問題なんかも、例の一酸化炭素 CO2 ですね。
ああいう問題もこのやはり3ヶ月先でも結構ですけども、そういうものがこの3年先あれにはどうなるかということが非常に大事です。で、私もう一つ、はっきり申しますと、現在三菱マテリアルという名前になっておりますが、その前身の会社におりまして、で三菱マテリアルがテキサスに銅の製錬工場を建設計画いたしまして、もう5年間ぐらいになりますか、いろいろやっておりましたけれども、この3月に入ってですね、アメリカではやはり大気汚染、水の汚染というものが非常に厳しく考えておりまして、で我々の方から見るとそういうことが解決できると見ていたんですけども、まあ、それもダメで、とうとう今月ギブアップしました。でそういうことを考えますと、この3ヶ月3ヶ月じゃとてもあれで、やはり5年先にそういう大気汚染の問題がどういうふうに変わっていくかというような問題があります。それからもう一つ、 IBM なんかにしましてもですね、この先端の機械が次々とこう変わってきまして、そして大きな機械からこの使用者の方で使う機械、そういうあれがこの変わっていく傾向がこのやはり3年先ぐらい見て、そして今度この会社でだいぶ携帯を変えるように聞いておりますけれども、ああいう問題がこれからますます厳しくなってくると思います。で日本でも、まあ、そういうことに非常に神経を今とがらしているとこう言っていいかと思います。May we now look at Dr. Duran. The video is like a painting made by many artists with different brushes. How would you use your brush to create a picture of Dr. Duran? このビデオは言ってみれば、ジュラン先生の肖像画を描いていると思ってください。で、もし先生が絵筆を持ってジュラン先生を描くとしたら、どんなふうにジュラン先生を描きますか？もう私にとってはジュランさんというのは最も何て言いますか、信頼できるこのファーザーです。それで、いろいろお話ししても、もう嫌な顔をしないで、必ずそれに対して自分の考えを言ってくださると、もうそういうんで、よく聞いて、話を聞いてくださって、そして自分の考えもおっしゃってくださるという、そういうところですね。Years from now, the people of Japan will look back on those seminars and teachings of Dr. Duran. What will history say about Dr. Duran's contribution to the country of Japan, the economy of Japan?もっと時間が経って、例えば歴史の教科書をもっと後の世代の人がめくったときに、ジュラン先生の日本 におけるというか、日本経済における貢献といいますか、それが最も特筆されるようなものは何でしょう？もう私から言えば全てがそうなんです。もう特にっていうことなしにですね、その先ほど申しましたクオリティアトムという考え方も、これは後のファイゲンバウムの TQC、 それもその時からおっしゃってるわけで、そしてそのカスタマーサティファクション、それからこの作業員の考え方っていいますか、この伝統的な問題とか、そういうものすべてジュランさん
おっしゃってくださったんですね。一つ一つがみんな思い当たるわけです。で、我々としましてはそれをこのアメリカ流度あるいはヨーロッパ流がそれをこの日本のカルチャーに合わせてこうやってきたというんで、ジラン先生のおっしゃったこととは多少違いますけども、その元は全部ジラン先生です。そしてもう一つ申し上げたいのは、とにかく戦争中は敵だったわけです。その敵の日本に対してですね、こんなに温かい気持ちで教えていただいたということを感謝、深く感謝してます。日本が立ち上がったのはデミンさんとジランさん、もうそれ私個人的にはジランさんのおかげです。Chance to speak to Dr. Duran's great grandchildren. What would you tell them about their great grandfather? What kind of a man Joseph Duran is? もし先生がジュラン先生のあのひ孫さんたち、ひ孫さんたくさんいらっしゃいますけど、その子供たちにおじいさん、ひいおじいさんについて語るとすれば、どんなこと、どんなお言葉を。もう立派なお父さんを持たれてこんな幸せなことはないということですね。それからもう一つ申し上げておきたいんですけど、こう1958年にアメリカに参りました時に、確かロチェスターでだったかと思いますけども、このジラン先生からこのお昼にステーキご馳走になりまして、でその時にいろいろ伺ったんですけど、私その時にですね、まあ、あのその時まではジラン先生はクオリティマネジメントってことはお疲れにならなかった。で我々先ほど申しましたその部課長コース、それを検討したグループはですね、このジラン先生のおっしゃることはクオリティコントロールっていうよりはクオリティマネジメントと言った方がいいんじゃないかということを私申し上げたんです先生に。そうするとジラン先生、そう言われればそうかもしれないとおっしゃって、それから1964ですか、この QC に2つの世界があると、マネジメントの世界と技術の世界があるという論文を、このインダストリアルクオリティコントロールですか、現在のクオリティプログレスですね、あれに書かれて、ジラン先生のクオリティマネジメントおっしゃったなと思って、こう私の、あの案を取り入れてくださったと思って、まあ、自分では喜んでいたわけです、まあ、余計な話ですけど、私本当にただQC っていうそういう専門分野のことだけじゃなしに、この敵国の日本をですね、これだけそのやってくださったということに対しても、お礼の申し上げようがありません。もう残念なのは、日本の多くの指導者がそういうことを知らないんです。知ってるのは、その古くからあの二段先生のお話を伺ってる連中だけなんです。で今の日本はなんかちょっと思い上がってる感じがしましてですね、それが残念ですね。In many years, when you are 150 years old, you will think back about your times with Dr. Duran. What memory?Of Dr. Duran, will you always carry with you? まあこれから何年も経って、まあ、例えば150歳に先生がおなりになった時に、
ジュラン先生との個人的な思い出がいろいろあると思うんですが、その時ジュラン先生について思い出す時に何が一番印象に残ってらっしゃいますか。カスタマーサティスファクションですかね。もう QC の基本ですね。それからもう人格の点においてはもう何もかもこうこれっていうことなしにもういろんな面で立派な先生だと思いますね。Is there a personal time that you spent with him?That made you feel good, or an incident that you think people should know about? まあ、ジュラン先生と個人的に、まあ、プライベートでお過ごしになった時間もいろいろあると思うんですけれども、今までまだジュラン先生について知られてなかったことで、先生だけが知ってらっしゃるとか、これはぜひ知っておいてもらいたいと思いになるようなことはございますか。私も英語が下手なもんでね、あんまりこう、お顔を拝見して挨拶することは多かったんですけど、深くそういう個人的な話し合いというのはあまり多くないんで、ちょっと思い出すんですが、まあ一言一言はいつも嬉しく思います。例えば一昨年ですとか、ジュラン先生最後にお出になった時も。その時も最後に渡辺さん、あれは去年はプラハですか、そこでまた会いましょうと、こうそういう言葉を何気なしにおっしゃっていただくんですね。そういうのは非常に嬉しかったですね。それでプラハに行きました。Can I take a shot at the DUSA question? Them in the USA? I don't know what you're going to do, but go ahead. Okay. You may not want to answer this. In the United States today, because of an enormous amount of publicity, most people believe that Dr. Deming deserves full credit for.The quality revolution in Japan. Almost no one knows about Dr. Juran. Is there something you would like to say to those people who believe that Dr. Deming himself created the quality revolution in Japan? Make sure you give them the option of answering it. He may not want to answer this. これは答えにならなくてもいい質問で、それは先生にお任せいたしますっていうか、ちょっと微妙な質問なので、アメリカではまあ、デミングさんの方がよく知られてまして、一般的には、日本での産業革命っていうか、そのクオリティ革命の、成功は全てデミング先生の功績だと思われているのが一般的だそうなんですが、まあ、そう思っているまあ、対外のアメリカの人たちに対して何かおっしゃりたいことはございますか。これはもちろんお答えにならなくても結構です。こう私もそれが非常に気になっているところで、日本でもそうなんです。日本でもこのジュラン先生の講義を聞いたのはわずかでしてね、わずかってたくさんおりますけれども、もうだいぶ時が経って、そしてデミング賞というものがあるためにですね、デミング賞、そのために QC っていえばデミングというのがこの、まあ、今の日本の経営者なんかもそう思い込んでる。でジュラン先生の功績というものを本当に分かってる人が意外に少ないんです。それで今の現在の大学教授なんかでも、おそらく近藤義雄さん、久米さん、そういう方にお会いになってもですね、ジュラン先生の本当の功績どこまで分かっているかどうかということを私自身も心配しております。でなんとかこのアメリカでもこのデミングさんの例えば14のポイントとかいうものが
こう広がっておりますけれども、デミグさんがどう、ジラン先生がどうしてこのあんまりこう評価されてないことはないと思いますけれども、まあ、口に出てこないのか、それがちょっと私も不思議に思っておりました。それで、なんとか一つ頑張っていただきたいと思いますですね。で、できればこの、まあ、英語は不十分ですけれども、できるだけの協力はしたいと思います。In Japanese, tell us, if you would, what did Dr. Deming do? What did Dr. Juran do for Japan? これもちろん日本語で結構なんですけれども、日本において、デミング先生と、ジュラン先生がそれぞれどういった活動をなさったのか、どういった活動、QC、クオリティコントロールを教授をする上において、日本で具体的にどういったことをなさったのか。もう非常にはっきりしていることは、ドクターデミングは SQC です。スタースカルクオリティコントロール、まあ、アメリカでは最近プロセスコントロールとあれしますけども、ジラン先生はそれをもっと、先ほどクオリティアトムと申しましたけど、この製品の開発設計から製造販売サービス、そういうこの全ての活動で、それの経営管理の在り方というもの、そういうものを お話しになって、で実際的な活動 を教えていただきました。でデミングさんのはこの統計的品質管理、SQC で、非常に限定された範囲だったわけです。で大きな違いはもう歴然としております。What did each of those contribute to the Japanese economy and the Japanese role in the world as a manufacturer of quality goods? それぞれデミングさんとジュランさんが日本にいらっしゃって、コーヒーそれぞれ影響を与えているんですけれども、具体的に日本のクオリティにどういった、それぞれがどういった影響を与えているのか、強いて言えば、それは日本のクオリティが今世界に影響を与えているわけですから、そこまで広がっていくと思うんですけれども、具体的にどんな影響がを与えているのかということ、これは両方ありますね。先ほど申しました通り、その統計的方法のうまく使うということ、これはデミーさんの方のあれがあるかと思いますけれども、それを設計段階から製造販売サービスと、そのクオリティアトム全般に やっていくというところについてですね、やはり日本の経営者がこの経営者がそれに気がついたと、そしてクオリティコントロールのハンドブック、あれにもトヨタ自動車の現在のトヨタ社長も書いてるわけですね。でそういうトップクラスがやはりジラン先生の話をよく理解して、そしてそれをトヨタ流にやってきまして、そしてしかもやはり部品のサプライヤー、これにもやっていかなきゃいけないというんで厳しいの指導をやりまして、そしてその部品の供給者に対してはトヨタ商というものを作りましてですね、そしてもう設計段階からトヨタ自動車で本当に望ましい品質のものをこの QC をよくやっているところには、トヨタ自動車から賞を出してる、まあ、そういう動きをやってるわけですね。でそういうのはやはり、ジラン先生のやり方というものをトヨタ流に解釈して、それを進めてきたと。で手法は誰がやっても同じなんです。これはもう学問ですから、テクノロジーですからね。でそれをうまく使うかどうかということの問題で。Maybe one more thing. Just, I'm looking actually at right one of these questions specifically, because I think he's prepared for some of these. He's got good answers.
Knowing what Japan knows now, what would have been done differently? In Japan's own quality revolution, knowing all of the things that you know, all of the things you've learned, all of the things that you have experienced in your own quality revolution, if you could have changed anything looking back, what would you have done differently? そのクオリティ革命をずっと通り抜けていらっしゃったご本人として、いろいろまあ知ったりことも教わったことを体験したことをいろいろあると思うんですが、その中で何か自分に、できるとすれば、例えばその方向を変えることができたとすればどんなことをなさったでしょうか。方向を変える、方向というかその日本のクオリティ革命がありましたけれども、自分流にそれができたとすればどんなふうになさいましたか。これはやはりトップ、もうトップダウンをしっかりやるということです。私も日本ではもうだいぶ前に本を書いておりますけど、私が日本で一番先にトップダウンということを言い出したわけです。トップがしっかりしなければ、いくら下がやっても本当のカスタマーサティスファクションが得られないというんで、もうトップがその気にならなくちゃダメだと、もうそれが一番重要だと、まあ、自分では思いました。で今日本はその通りに進んでいるわけです。ただし日本でも産業界の 50% 以上はまだそういうレベルにはいっておりません。Last question. Whatever you would like to say, the door is open. Anything you would like to say about Dr. Duran? For the archives, yes. これで質問最後になるんですけれども、何でもいいです。何でもいいんですけれども、何かジュラン先生について何かおっしゃってください。何かってそれも繰り返し言いますけど、日本の産業界復興の、まあ、日本流に言うとファーザーです。先生は今全く同じことでよろしいんですけれども、ジュラン先生はっていう固有名詞を入れて、もう一度その今のお話を、今おっしゃったのは彼は、ジュラン先生は日本の産業界復興のお父様です。どうもありがとう。今の私の he has my words over his. My voice is in this. One more time, please. ドクター・ジュランは日本の産業界復興のファーザーです。Stop tape. Would you like?